恐怖、心臓病。今日の朝、これは驚きましたね。オウム事件における死刑が執行されました。朝原彰晃こと松本智津夫ら7人が今日同日に行われたと。オウムといえば95年の地下鉄サリン事件で日本中を恐怖に陥れました。さらにその前には松本サリン事件、坂本弁護士一家殺人事件など重大な犯罪殺人を積み重ねてきました。オウムをめぐっては多数の死者が出ているんですね。朝原の死刑が確定してからかなりの年月が経っていますし、まあ、正直遅いくらいですよ。オウム事件の特殊性、そして社会に与えた影響を考えても別格的な扱いで、まあ、取り扱われてるっていうのは納得できます。天皇陛下の上位に伴って平成も残りわずかになってきました。平成時代の重大事件にケリをつけるという意味で重大な刑の執行でしょう。ツイッターなんか見てるとやはり批判はありますね。死刑という制度自体に反対している人もいますし、まあ、いつもの安倍につなげる人たちもいますよ。これはもはや心臓病と言っていいでしょうね。心臓病の症状としては四六時中安倍総理のことが気になり、常にツイッターなどで非難しないと気が済まない状態、または何か事件が起きた時に安倍が悪いを無理やり絡めないと夜も眠れない、それに対する意見は全て寝頭を認定しないとご飯が喉を通らない、このような症状の方は要注意です。今回の死刑執行においても、なぜこのタイミングなんだ、安倍が何か隠そうとしているからじゃないかということを言う人がいますけど、逆にどのタイミングならいいんでしょうか。誰もが納得する死刑執行のタイミングなんてないんですよ。最後のオウム事件の裁判は今年の1月に終了しました。本来は死刑確定から半年以内に刑執行ですが、最後の裁判まで待ったとしても半年、頃合いでしょう。しかしある国会議員は次のように述べています。真相究明せぬまま執行ですか、政治に目を向かせない、7月いっぱいまで目をそらす、安倍政権おあつらえ向きのスピン。地下鉄サリン事件から考えても23年、出てこなかったものが今後情報出てきますかね。結局いたずらに生きながらえさせてるだけなんじゃないでしょうか。そしてそれは安倍総理とどう関係があるのか。次に紹介する戦場ジャーナリストを名乗る男性も心臓病に侵されています。何名もの死刑執行をリアルタイムで報道させて見せ物にするとは、それって IS、 いわゆるイスラム国のメンタリティじゃん。やばいよ安倍政権。リアルタイムにも何も、死刑執行って重大なことですから普通にニュースになりますよね。ましてやオウム事件ですし、しかも IS と安倍政権を無理やり結びつけて批判しているわけですけど、根本的にオウムの方が IS 的なんじゃないでしょうか。心臓病が進行したある国会議員、この方は深刻ですよ。まあ、誰とは言いませんけど、ワールドカップの話でも安倍政治は罪深いと、何かにつけ絡めないと気が済まないんでしょうね。さらに文科省の、不祥事の件でも、まるで発展途上国の官僚、しかし安倍政権下では大きな驚きはないと無理やりつなげています。一般ユーザーでもなかなか重度の方がいますね。ワールドカップのベルギー戦でなぜかベルギーを応援したという方がいました。一体どんな理由なのか。正直に言う、俺はベルギーを応援した。日本が嫌いなわけじゃない、安倍日本が大嫌いなだけだ。ここまで来ると残念ですが、そっとしとくしかありません。サッカーとそれ安倍政権関係ありますかね。さらに極端なものになると、安倍政権のせいで離婚危機だという奥様の投稿がありました。なんだそらと思ってね、投稿を遡ってみるとマジっぽいから恐ろしいところです。どういうことかっていうと、その奥さんが家で安倍安倍って言ってるんでしょうね。それに旦那さんがうんざりしていると、それで理解されないので離婚の危機というわけです。これは安倍じゃなくて本人が悪いでしょう。ここまで来るともう宗教みたいだな。重度の心臓病を発症するともはや手の施しようはありません。さて今月は13日青森、14秋田、15山形、16茨城、29日は岡山に行きます。そしてニコニコでラジオ放送を始めました。そちらもリンクは動画説明欄からどうぞ。